池田光政御と言いであります。池田光政は。備前、岡山藩の第三代の藩主であります。静谷学校という庶民を教育する学校を建てたことでも有名でありますし。江戸時代の三代名君、江戸初期の三代名君の一人も。挙げられている。まあ、素晴らしい知性を行った人ですけれども。まあ、この方が。こういうふうにおっしゃっています。御と言わ、リーダーにとって。二つの。 大切な要件である領民とか家臣たちを甘やかしてばっかりでは節度がなくなる逆に厳しいことばっかりやっていると心の底からなついてくれないどっちもバランスを取ることが大事だ使い分けることが大事だとこういうふうに言ってるわけですねまあ人に対して甘い顔をしたいというふうな気持ちもありますでも甘い気持ちばっかりしていると部下や領民がなめてしまう逆に自分は 反手であるこういう風にしなさいという厳しいことばっかりやってるとなかなか懐いてくれない心を開いてくれないというわけでありますつまりどちらも結果として組織をまとめることができないということになりますそしてまた専門家もいろんな意見を言いますけれどもちゃんと聞き分けてそしてどちらが大切な状況なのかということを冷静に判断して行動するということが大事であります 現代に生かす視点から考えると働く人の人情に通じてこそですね、恩と意を使い分けることができるということになるのではないでしょうかまあ現代ではルールで物事を動く動かそうとする人も結構たくさんいらっしゃいますけれどもルールを作ったら人が喜んで従うか決してそんなことはないんですねかといってななで甘えた行動しているとけじめがなくなるということにもなりますじゃあどこで線引きをするのか これは人間関係をしっかりと見極めるということが大切になります。現場の人情に通じるということは、現場に行って話を聞くことだけではありません。何が大切なのか、どんな気持ちなのかということをです、ね、自分のこととして捉えて、そしてどういうふうに今接するのが大事なのかということをしっかりと考え抜いていただきたいと思います。